はい、皆さん、こんにちは、スイカです。あ、今回はですね、このハイスクールシミュレーターっていう、青春をまともに送れなかった陰キャの私が、まあ、楽しく高校生活を楽しめるという、そういうゲームでございます。で、まあ、キャラクターを結構自由に選べまして、こういう風に、まあ、キャラクターを自由に選ぶこともできるし、しかも、まあ、こういう風に、まあ、仮面とかね、こういう遊び道具もつけることができるっていう、まあ、なかなかね、手の込んでいるゲームなんですよね。あ、ちょっと待って。明らかに女の方が多いねんけど。え、なにこれ？エロ。空手とかあるし。エロくね、ちょっと。まあ、今日は僕、女の子じゃなくて、やっぱり女の子とイチャイチャしたいなっていうことなんで、まあ、ちょっと今回男を選んで、まあ、僕の美形男子高校生ライフを楽しんでいきます。なにこれ？いや、ちょっとこれ。まあ確かに夏だしね。まあ今回夏なんで、やっぱもう、犯罪集しかしねえんだけど。まあこれでフリーモードやっていきましょう。いや、いいですね。あ、こっからスタートか。おい、ちょっと待てよ。え？待て。え？明らかにこれ女の部屋じゃない？こんなさ、化粧台とかって、こんなん男には、おい！ちょっと同化してるんですけど、皆さん、このさ、タンスからさ、こう、ニョキッと、堕胎の男が生えてきたらどう思いますか？速攻通報案件ですよね。妹の部屋とかに上がってるやつでしょ、これ。ピックアップ。あ、違う。遅刻しちゃうから、バック。あ？なにこれ？なんか、いっぱい落ちてますね。え、ちょっと待って、バスケットボール、ピストルなんかんで。ピストル、サッカーボール、まあ、シャベルと。まあ、なかなか、そうですね。やっぱり、ここの学校っていうのは、やっぱゾンビ、まあ、学校暮らしなんでね。やっぱゾンビとかどうでは対しても、やっぱ応戦できるような感じに、まあ、シャベルを、まあ、持っている。で、かつ、まあ、ヘッドショットを、精密に狙えるように、このピストルを用意しているという。まあ、なかなかに、素晴らしい設備ですね。ちょ、これ荒野行動じゃん。完全は荒野行動だってんねんけど。ね、これ、ファイヤーって撃つやんな、これ。これ、ファイヤーできんじゃね、こいつ。ちょっと行っていい？ファイヤー！あ。なんか、すんごい格好しない？ちょ、え、なんか、格好がすごい。君さ、七つの大罪の主人公に似てるね、君ね。メリオダスに似てるね、君ね。まあ、こういう、陽キャに対して、やっぱり陰キャっていうのは、やっぱ武器を持って生きれる人間なんで、こいつはね、ちょっと縛りに行くぞ、俺は。よくも、武器を取り上げたな。武器を、もう。なにこれ。君は何だい？番長。番長。おはよう。めっちゃ礼儀正しい子やん。鳥間学校行くか。やっぱここからスクールライフはここから始まるからね。ここが校門からもう9時42分でも1時間目終わっとるやろ、もう。僕の高校時代どんなやったかな。あ、桜もあって、あ、まさにもう青春を謳歌しているっていう感じやね。ちなみに僕の教室どこなんやろ？ここかな？あ、ちょ、待って。君何君？保健室の先生かな？保健室の先生ですね。ナース。ナースさん。え、かわいいナース。え、ナースかわいくね？このお礼物さ、黒猫に似てないこれ。めっちゃ黒猫に似てるな。ちょ、待って、武器どこ？ちょ、ピストル欲しいねんけど。何これ？え、ちょっと待って。え、怖い。あ、これあれか。リア充グループが、これ、教室、あー、なるほどね。休み時間とかね、こう、リア充グループ教室徘徊して、なんかトレールクラスとか行ってたよな、これな。懐かしいわー。確かに、こんなこともあった。っていうことは、今、ちょうど1時間目後あって、休憩してるってことなんか。なんもねえやん、ここ。ちょ、教室、授業受けたい、授業。何ここ。え、ナイフがあんねんけど。ナイフがあるんですけど、またなんか物騒な武器がありますね。あ、銃やってる。あ、銃やってるやん。
あ、みんなちゃんと制服着て、あ、ちょっと締め切んな。あ、いいですね。うわ、あ、殺しちゃった。あ、あ、大天使殺しちゃった。え、あ、すごい。進撃の巨人みたいになってんねんけど、これどうなん、なんかパンツ向けてないこれ。大丈夫。なんかこれ早くもなんか3人ぐらい殺しちゃってるけど、大丈夫。え、なになになに、スマホいじってるし、あ、悠長やな。あ、ちょ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 、先生来た。おいおいおい、え、ウォッチビデオトゥーリバイブ。あ、リスポンするってこと。お、おいおいおい、え、ちょっと待って。なんかバイオハザードみたいになってんねんけど、バイオハザードなってますよ、バイオハザード。ちょっと待って待って待って、教師来てんねんけど、ちょっといっぱい来てんねんけど。あ、ごめんな、陰キャ。さすがにかわいそすぎん。え、何してんのこれ。みんな四つん這いになってんねんけど、何、何これ、何これ、ちょっとわけわからん、わけわからん、わけわからん、ちょっと追いかけられてんねんけど、ちょ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 、これ授業をまともに受けれる状態じゃないんだが、大丈夫かこれ。あ、2の2、ちょ、2の2行こう、2の2。あ、なるほどね、これもしかしたらやけど、これ血がついてるから教師反応してるってこと、そんな可能性ありますよね。ちょっと一回着替えて、ちょ、着替えましょう。ちょ、着替えてどうすんの、家帰ったらいいかな。多分着替えたら多分なんとかなるはずやから、ちょ、ここ一回ね。おい、ちょ、警察来てんねんけど。ちょ、何ですよね、それですね。ちょ、待て。これで行くか。警察は草生えんねんけど。家庭訪問、おおおおおお、家庭訪問されてんけど。家庭訪問されましたね。え、なんか来てんねんけど。何これ。ニュースキャスターかい。なんかいっぱい死んでんねんけど。大丈夫？警察死んでるし。大丈夫っすか？何これ。なんか VR つけてんねんけど。トーク、はい、クラブジョイン、あ、パソコンクラブってこと。いや、僕高校時代はね、帰宅部にすら入ってなかったからね、こういうクラブ活動とか楽しんでみたいよね。え、待って、え、高校生って重積分すんの。高校生重積分すんねんな。え、これゲーム作ってゲームやってるだけかいこれ。誰これ。なんか YouTuber の動画見てるやつもいるし、何やこれ。僕パソコン部一回だけね、入会しようと思ったんですけどね、まあ悲しいことに入部期限が切れてて、それで部活入れなくて、結局僕高校3年間帰宅部だったんですよね。え、なんかハンマーとかあるやん。まあやりたい放題に遊びますか。まだ屍残ってるし、誰か処理したれよ。え、これな、エンゲームってことこれ。いいね、エンゲーム。なんかびっくりして、なんか顧問来てるけど。まあ、アタックすればいい話ですからね。おい、ダメよ。いやー、あ、ちょっと怖がってる。あ、めっちゃ怖がってるな。え、これ何部これ。え、レンゲちゃんいいんやん、レンゲちゃん。あ、レンゲちゃんちゃうかったわ。いいですね。なかなか、いやー、VR つけてやってるし。あ、これバーチャルリアリティだからね。うん。パッと見てる感じなんか、殺害してるように、まあ、見えますけど、これ実際のところはこれ、バーチャルリアリティだから、これ殺人してないからね、これ。うん。なにこれ。リリース。ラング。お？え？拾えんのこいつ。え、マジで。え？あ、スロー。はい。いけなんやこれ。あ、なんか血がさらについてる。ちょっとこれなんか真反対に飛ぶみたいなんで、ちょ、こうして、これでどう？あー、ちょっともうちょっとやな。お、入った。で、これで、ファイヤーすりゃいいの。はい。お、燃えた。燃えた。え？え？もうないでしょ？焼却処理できてるんでしょこれ。あ、消えた。なんやこれ。あら、警察来てんけど。ちょっと待って。待って。
ちょ、やばいやばいやばい。ちょ、ピック。ちょ、バットで行くしかねえ。いや、弾道遅くね？うわっ！警察、警察ぶん殴りゲーかよ。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。ちょ、警察ぶん殴りゲー、これ。何やこれ。持ち方おかしいし、なんか警察いっぱい来てるし。何やこれ。あ。まあ、とまあ、まあ、こういうゲームなんですけど、まあ、ちょっと久しぶりに青春が謳歌できたんで、まあ、今回は、まあ、これぐらいで終わって、まあ、次回は何かしらできることがあったら、ちょっとやっていけたらいいかなと思います。ありがとうございました。